じゃあ、トリグニに帰るか。バイバイ。気をつけてね。また来てね。短い間だったけど、君たちのおかげで南極のいい思い出ができたよ。絶対また来るから、それまで元気でいるんだぞ。いつの間にこんな仲良くなったんですか。じゃあ飛行機乗りましょうか。バイバーイ。また丸一日のフライトはしんどいですね。そうだな。また映画10本見て過ごすか。ご搭乗予定のデブドリ様、デブドリ様。ん？どうかしたんですか？デブドリ様ですか？実はこれから悪天候になりそうで、搭乗予定の飛行機が到着できてないんです。そうなんですね。どれぐらい遅れそうですか？遅れるというか、今日は飛べませんね。もしかして一泊しないといけませんか？いやいや、次の便は1週間後です。わーい、わーい。